皆様お待たせいたしました。それではこれよりビファーレン長崎刈部新監督就任記者会見を始めさせていただきます。本日の進行を務めさせていただきます、現在 NIB 長崎国際テレビ毎週土曜日9時25分から放送中のビファーレン長崎応援番組オールビファーレンで MC を担当しております山口真由と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速ではございますが、ビファーレン長崎代表取締役会長高田明人よりご挨拶申し上げます。皆さん、おはようございます。高田です。今日お集まりいただきありがとうございます。刈部監督、の就任のお話ということで、最初ちょっと5分ほどですね、簡単な経緯を私の方から話をさせてください。ビファーレン長崎が我々経営に携わって5年ぐらいでして、もちろん初めから中長期のスパンで考えるべきチームだと思っていて、監督、コーチ、スタッフ、選手、できるだけやっぱり長く同じ思いを持って積み上げていくのは理想だというのを思って、やってきました。ただ一方で結果的に監督は、比較的交代を1年に1人ぐらいは行わざるを得ない状況が続いていて、でそれっていうのは我々としてもいろんな試行錯誤をしながらなんですけど、中身も結果も、思いもいろんな要素が積み重なって、この監督と一緒に、このコーチと一緒にずっとこのチーム作っていくぞ、進入するぞって思えるような体制というのは常に欲してきました。でやっとこのタイミングで、そう思える監督コーチと出会えたっていうことは僕自身すごく嬉しく思っていて、もちろん現時点でまだまだこれからスタートすることなので、賛否がいろんな意見があるのは分かっていますけど、ここから先ぶれずに、現場をサポートしてですね、支えて、魅力的なチームを作っていきたいと思います。で昨日スタジアム の起工式もありましたけど、スタジアムが2024年に完成するときにこのチームは間違いなく J1 にいるべきだと思っています。で J1 で、残留争いではなくて、優勝争いをするチームになるべきだと思っています。それが長崎の皆さんの力になると思いますし、みんなで毎週毎週喜んで、楽しんで、そういう世界を作るときにこの中心にあるサッカーチームビファーレンというものが魅力的で強くて楽しくて選手も楽しそうにしている、そういう世界を、これから作っていくスタートを切れることを本当に嬉しく思っています。あと、質疑応答もありますので、何か確認事項あれば聞いてください。以上です。ありがとうございました。それでは続きまして、ビファーレン長崎代表取締役社長岩下秀樹よりご挨拶申し上げます。皆様おはようございます。ビファーレン長崎岩下でございます。まず本日たくさんお越しいただきまして、ありがとうございます。またきっと映像越しに、ファンサポーターの皆様ご覧いただいていると思います。今シーズン、ビファーレン長崎、毎回熱い、ご支援ご声援いただきまして本当にありがとうございます。心から感謝申し上げます。私は今年の3月から代表として、着任して活動してきましたけれども、そうですね、やっぱりサッカーの夢もあって楽しい、でもやっぱり、こんなに苦しく長い辛い時期もあるんだなっていうのは、率直に感じるところもありました。きっと、ファンサポーターの皆様も、そのもどかしい気持ちみたいなところは感じられた瞬間もあったでしょうし、一方で、先日の天皇杯のような、本当に心から喜んで熱くなれるような試合もあり、それがまたスポーツの楽しさなのかなというふうに、思いながらも、でもやっぱり、私たちは昨日のスタジアムシティの発表もありましたけれども、将来にわたって長くこのビファーレン長崎が表現するサッカーを、
毎週のように心から楽しんでもらえるような、そういう将来に至るためにどうすればいいのかっていうのを、私たちずっと考えてきたつもりです。今回このカリーレ大勢、レアンドロ・デニスに出会っていろいろ話をさせてもらいました。詳しくはぜひこの後本人にも聞いてほしいんですけども、私の方からは、今日の会見ではとにかく遠慮なく思っていること、感じていること、こうしたいと思っていること、ぜひ伝えてほしいと、それをきっとファンの皆さんも待っている、だから遠慮せずに話をしてほしいというふうに伝えております。これからちょっと将来の話が続いてますけども、でもやっぱり一戦一戦、次の試合から全力で戦ってまいりますので、どうか引き続き熱い、ご支援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして、ビファーレン長崎テクニカルダイレクター竹村芳也よりご挨拶申し上げます。おはようございます。テクニカルダイレクターの竹村と申します。今日はよろしくお願いします。まず多分皆さんが本当に監督交代という中で、カリーレ監督がどういうサッカーをするのかというのが多分一番気になるところだと思うので、簡単に僕の方から説明していきたいなと思っています。でまずは今442というところでやってますけど、そこに近い4231っていうシステムからディフェンスは今の継続っていうところもあるんですけど、特にカリーレとよく話している中でボールをつないでいくときに、トライアングル三角形を常に作って、前線では流動的に選手が飛躍できるようなサッカーをしたいっていうところは常々ここ何試合かでも話してはいるので、本当に今、チームに足りない攻撃っていうところに関してはやはりこう経験もある監督なので、いろんなこれから残りの試合でのスクール多彩な攻撃をできるんじゃないかなと思ってます。でその中で2人レアンドロと、デニスっていうところが一緒に来ていますけど、やはりこの途中シーズン途中で、監督交代っていうところもありましたので、よりカリーレのサッカーを早めに浸透するっていう中では一緒に来ていただいて、本当にこうカリーレとずっとやってるコーチ陣なので、今いる日本人とか、現場にいるコーチたちにも早く自分たちのサッカーをっていうところは浸透が早いシーズン途中でそういったところを変えるっていうところはスムーズにいくんじゃないかなって僕らも感じているので、ここ3試合ぐらいはカリーレ監督が決まった中で一緒にこうすり合わせをして戦っているの状態だったので、本当にこう少しずつチームが良くなっていくのを見ていくので、明日からカリーレ体制でやりますけど、僕も楽しみにしているので、まずはそこのチームに早くカリーレのサッカーを浸透させて、今年の目標である J1 昇格っていうところに積み重ねていればと思っています。僕からは以上です。ありがとうございました。それでは最後に、ビファーレン長崎の監督に就任いたしますファビオ・カリーレ新監督よりご挨拶申し上げますが、その前に簡単にプロフィールをご紹介いたします。ファビオ・カリーレ新監督はブラジル出身の48歳、ブラジルの強豪コリンチャンスなどで監督を務め、2017年には1部リーグで優勝に導くなどの実績があります。それではカリーレ監督お願いいたします。おはようございます。ジミエル・キャル、ボンジア。Primeiro quero agradecer a confiança, tá? E Akitsan, obrigado. Também tive a oportunidade de conhecer o seu pai e vi a paixão, né? Akira-san, a paixão dele pelo clube, pela cidade. Ao presidente Yashita-san, onde lá do Brasil tive a oportunidade de fazer uma videoconferência com ele. Yashita-san に関しては、
ブラジルにいた時から連絡を取ってどういう考えかっていうのは分かりました。Takemura-san, aonde fizemos acho que 5 videoconferências, né, e a gente criou uma proximidade, saber melhor sobre a equipe, saber melhor sobre os objetivos. Obrigado.Takemura-san に関しては5回ほどビデオミーティングをしてチーム状態で今後の考え方っていうのをすり合わせてきました。Aos intermediários Koichi e Demetrios, que foi o intermediário que me procuraram no Brasil para esse início de conversa. Obrigado. あとは Koichi-san、Demetrios e Koichi。Demetrios e Koichi さんに関してはいろいろとブラジルの方で交渉してくれてありがとうございます。Então, quero dizer que estamos muito honrados de estar aqui. Antes de aceitar esse novo projeto, falei com algumas pessoas, dentre elas Zico e Nelsinho Batista. ここに来る前に、ジーコとネルシーニョと一応話をして、で今ここにいるんですけれども、非常に誇りに思ってます。Aonde me fizeram acreditar mesmo, né? A gente já tem encanto pelo país. Eu tive a oportunidade de estar aqui no Japão em 2012 com o Corinthians no Mundial, que foi a final contra o Chelsea. 日本はすごく魅力的な国で、すごく彼らにもすごく素晴らしいってことを聞いてましたし、で2012年の時にコリンチャンスと共に来てクラブワールドカップで優勝した経験があります。Então eu vinha conversando com alguns clubes do Oriente Médio, da Arábia, Qatar e Emirados, mas quando surgiu a oportunidade de iniciar as conversas aqui com Vivar em Nagasaki, encerrei todas as conversas e comecei a pensar só aqui no clube. ここに来る前には中東のクラブからいろいろ話があって、そっちの方がすごく進んでいたんですけれども、このビファーレン長崎からオファーが来たときはもうそっちを遮断してこっちに集中することにしました。Ontem Akito-san falou muito sobre sonho e já falamos para ele que nós estamos juntos nesse sonho. Muito obrigado. 昨日アキトさんが夢についていろいろと語ってくれたんですけれども、僕らもこの夢に乗っかって一緒に行きたいなって頑張りたいなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございました。それではこれよりメディアの皆様よりご質問をいただければと思います。冒頭は代表質問を行わせていただきます。代表質問の後、個別のご質問を受け付けさせていただきます。その後、ご質問者様にはマイクをお届けいたしますので、挙手にてお願いいたします。それではまずは代表質問を NIB 長崎国際テレビの川内様、お願いいたします。おはようございます。長崎国際テレビ、オールビハーレンという番組を担当しております川内と申します。よろしくお願いします。まずは、高田敦会長に、お伺いします。これまで、カリル監督との、様々な面談で、昨日も、ソルディクシティの、場でもお会いして、見て、会長が感じられる、カリル監督の人柄、人間性、この辺はどう感じられますか。そうですね、見ての通り、柔らかさもあり、人間的に本当に魅力的だなという感じをしますし、ただサッカーのことを具体的に話したときには、なんていうんですかね、確固たる強い芯はあるんですけど、ちゃんとリスペクトもあるという、バランスっていう言葉がすごく似合うなと思って見てて思うんですけど、実績もあるからこうしなさいって押し付けることでもなく、だからといってみんなの意見だけを聞くわけでもないっていう、そのコミュニケーションのスキルの高さっていうのを、多分それがサッカーの実績にもつながる方なんだろうなと思っているので、本当に会えば会うほど、この、ね、3人来てもらって、日本の裏側、世界の裏側まで、ね、来ていただいたんで、よかったなというふうに思ってます。ありがとうございます。続いて竹村ディレクターにお伺いしますが、新監督を選ぶにあたって、クラブとして一番
重要視したポイントで、まあ、カリーレ監督に決定した、大きな理由、その辺があれば教えてください。そうですね、まずは今年、長崎は J1 昇格っていうところを目指して戦っているシーズンだと僕も思っている中で、今回やはり前期なかなか成績が出なかった中で、じゃあこのままでいいのかっていうところも踏まえて、そこからやはりそこに近づけることができる監督っていうところでカリーレ監督を、選びました。でその中で僕が一番感じたことは、一緒に、まあ、話をしている中で、こう選手のメンタリティを変えられる自分は、でその中で途中から指揮を取っても今までの経験の中でそこから成績を出しているっていうところは、僕はすごいカリーレの魅力を感じる中で、その中で、まあ、先ほど有田社長もおっしゃいましたけど、まあ、自分の意見を押し付けるだけではなくて、まあ、本当にこう皆さんの意見を聞いて、その中でも自分のものがあるっていうところがあったので、僕はそこに行ったところで2人でと推薦しました、はい、ありがとうございます。有田社長にお伺いします。今シーズン、クラブとしても、若干集客の方では、苦戦を、強いられていると思います。でカリーレ監督が就任することで、成績が、上向いていけばまた、集客力にもつながっていくとは思うんですけども、まあ、成績が上向いてきて、そうなると、選手も、監督も、多くのファン、サポーターが後押ししてくれる中でのプレーだと、もっと燃えるものがあると思うんですけども、まあ、今後の、カリーレ監督就任後、収穫面でどのようなお考えがあるか、お聞かせください。はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、コロナ禍も随分と明けて、これから人が戻りつつあろうというところで、まあ、各 J クラブの中で集客としては実は他のクラブも含めてかなり苦しんでいるという話はリーグの中でしております。ただ本当におっしゃる通り、集客っていう側面で言うと、ビファレンの長崎の中にはその運営を担うスタッフたちがいるんですけども、やっぱり、チームの戦績とともに、そこのこうアグレッシブさっていうのは少しこう失われたりとか、不思議と連動するもので、でもやっぱりここから先借り入れ体制とともに、勝った負けたは当然大事なんですけれども、その中のサッカーとして素晴らしいもの、ワクワクするものが見られるというふうに、感じたときには、それはやっぱりフルアクセルで、踏みたいなというふうに思いますし、もうそれをめがけて、ここから先いくつかの仕掛けももうすでに考えておりますので、ぜひ新しい、これまでのビファーレン長崎のサッカーに新しいこう風が上乗せされたビファレン長崎のサッカーを、後半戦、より多くの皆さんにぜひ現地まで見に来ていただきたいなというふうに思います。ありがとうございます。ではカリーレ監督にお伺いいたします。まあ、日本の J リーグ、その中の、J2 リーグの長崎から、監督就任オファーがあったと思いますけども、まずこの仕事を引き受けようと、決断した、大きな要因を教えていただけますか。Bom dia. Decidi vir para cá junto com os profissionais que trabalham comigo, junto com minha família que já está aqui. おはようございます。ここに決断したのはやっぱり一緒に戦うプロフェッショナル の仲間が一緒に来てくれるっていうのと、自分の家族も一緒に来日したんですけれども、por ter trabalhado com tantos profissionais que já trabalharam aqui no Japão e falam tão bem do país, né, aquilo que, e só está confirmando aquilo que eu ouvi, do projeto, dos sonhos, da ambição de fazer o clube e a cidade crescer cada vez mais através do esporte.日本についてはいろいろなプロの人と一緒に仕事する中でいいことしか聞いたことがなくて、で今ここに来て
なお、やっぱりそうだったんだっていう確信しかなくて、でこのチームの考えているビジョン、将来性のことを聞いたらすごくワクワクしてくる気持ちになって、e depois das reuniões que eu fiz com o presidente, com Takemura, também com Akito, me passou mais confiança ainda. Então, quando sentei com os profissionais que me acompanham, sentei com a minha família e expliquei tudo isso, a decisão ela foi muito rápida de aceitar. E その後いろいろあの Akito 社長だったりあの竹村あの誰かと話したりして。いろいろ自信が深まった中で自分と一緒に仕事をしているプロたちと話をして家族とも相談をしてっていう話をしたらやっぱり行くしかないよねっていう気持ちになりました。ありがとうございます。先ほど竹村ディレクターの方からも少しお話がありましたけども、カリーレ監督が、目指すサッカーのスタイル、攻撃面、守備面、それぞれに、目指すところを教えていただけますか。O que nós pensamos sobre futebol, tudo aquilo que eu aprendi, eu penso sempre no futebol equilibrado, porque futebol se ataca e se marca. Então, muitas vezes, um gol sai de um bom passe lá dos zagueiros, uma boa saída do goleiro e também uma marcação forte já começa com os atacantes. Então, é um equilíbrio. O jogo que nós assistimos sábado, nos mostrou que quando colocou a bola no chão, conseguiu envolver o adversário. Então, é encorajar cada vez mais esses jogadores para que triangulem, fiquem com a bola no pé e tentem envolver o adversário através de triangulações, através de infiltrações. バランスの取れたサッカーだと思います。なぜバランスかっていうと、ゴールを決めるにしても、そこからどこから始まるかって言ったら、センターバックのいいパスから始まっていることも多いですし、逆に言うと、ディフェンスに関して言うと、フォワードがいいディフェンスを始めないと、いいディフェンスができないっていったところで、やっぱりそこはみんなでやらなきゃいけない部分ですので、そこはすごい大事にしているところです。で、土曜日の試合をもう見たんですけれども、その時ボールを地面に置いてしっかりつなぐっていう時もあったと思うんですけれども、その時三角形の関係性が作れてたりしてて、すごくいいサッカーできてるなとも思いました。今、長崎は6位ということで、チームとして今シーズン初めから J2 優勝、J1 昇格というのを掲げて進んできているわけですけども、現在、首位と勝ち点が11離れている状況で、残り19試合、かなりのペースでの勝ち点獲得というのが必要となってくると思いますけども、その辺についてはどうお考えですか。Eu penso que nós temos que tratar todo jogo como uma decisão, né? Deixar tudo dentro de campo, vontade, determinação, organização, né? E pensar a cada jogo. Então, o nosso próximo jogo sábado é uma decisão. Passou o jogo de sábado, a gente começa a pensar no próximo como uma decisão também. É assim que eu vou mentalizar os nossos atletas para entrar dentro de campo e fazer sempre o melhor com organização.一試合一試合決勝のつもりでやらなきゃいけないと思いますし、そのためのやっぱり準備で試合にその決勝戦に臨む試合に関してはやっぱり自分のすべてをグラウンドに置いていかなきゃいけないと思います。それは気持ちも戦術もオーガナイズも全部それを出していかなきゃいけないので、それが終わったらまた違う試合に向けて準備しなきゃいけないので、やっぱり一試合一試合その決勝のつもりでやれるようなメンタリティを変えていきたいと思います。今回来日するにあたって監督が信頼をしているお二人のコーチ、レアンドロコーチとデニスコーチを共に来られてますけども、まず監督の方からそれぞれのコーチの人柄、あとはどういった点を一番信頼しているか、そういったところを教えてください。
Posso ser um pouquinho longo? ちょっと長く話してもいいですか? Posso? Bom, o Leandro, estamos trabalhando juntos há 5 anos e meio. Leandro に関しては5年半一緒に仕事をしています。Mas é meu amigo há 26 anos. Jogamos juntos pela primeira vez no Curitiba, Campeonato Brasileiro de 1996.1996年、クリチバで一緒にプレーしているんですけれども、その時からの中で26年間友達です。E vou contar uma história bem rápida. Estávamos jogando junto em 2000, num clube chamado Juventus de São Paulo. 2000年に、Juventus というチームで一緒にプレーしたんですけれども。E ali...Alguns jogadores mais jovens nos procuraram para que nós fôssemos empresários desses atletas. その時に、若い選手が自分たちの代理人をやってくれよっていうことを言ってきたストーリーがあるんですけれども。Nós tínhamos 27 anos e a gente não tem o perfil para ser empresário. で、自分たちはその当時27歳で、ただ代理人としての器はないなと思ってました。E ali em 2000 a gente já começou a falar que tínhamos que continuar no futebol e que tínhamos que montar uma comissão. その時から、自分たちは監督業とかやらなきゃいけないし、自分そういうスタッフを集めて何かやろうよっていう話をしました。その時から。Então esse sonho, essa ideia começou em 2000. Eu parei de jogar em 2007. Ele parou de jogar em 2009. で、その考えっていうのは2000年からあって、自分は2007年までプレーして、で彼は2009年までプレーしました。Em 2017, quando eu recebo o convite para assumir, né, eu cheguei no Corinthians em 2009, em 2017 eu recebo o convite para assumir uma equipe profissional como técnico. 2009年に、コリンチャンスに行って、2017年に監督をやらないかっていうオファーをいただいたんですけれども、Então, 17 anos depois desse nosso sonho, começamos o trabalho numa grande equipe do Brasil e conquistando títulos, né? No primeiro ano já sendo campeão brasileiro. 最初2000年にあった話から17年後に自分が就任したときに自分たちの夢が叶ってビッグクラブで一緒に仕事することができました。O Denis, Corinthians, você começou em 2000? O Denis, estamos há 9 anos juntos.デニスに関しては、2013年、9年一緒に仕事をしてます。Então, ele também, chegou no clube, conquistou bastante, trabalhando nessa área de filmagens, de análise de atletas, de análise de mercado de jogadores. 彼に関しては映像だったり分析のところですごい頑張って実績を出した人です。E desde quando eu assumi em 2017 como técnico principal, também sempre foi um parceiro.Pessoas do bem, pessoas que trabalham muito, né, e que fazem muito parte desse nosso sucesso. 2017年からもう一緒に共にしっかり働けるメンバーでもありますし、すごく仕事ができる2人ですね。ありがとうございます。まあ、明日から、クラブチームとしての練習を見ていくと思いますが、まず、選手たちとのファーストコンタクトで、監督としてはどういったメッセージを、伝えていきたいと思いますか。Passar para eles a questão de acreditar, de ter confiança, de entrar em todos os treinos e treinar muito bem, porque treinando bem,Você também vai jogar bem, essa vai ser a nossa cobrança do dia a dia. Estou ansioso para ter essa proximidade, não só dos atletas, mas também da comissão, já fazer uma reunião logo cedo para entender tudo melhor, né? Mas é isso, de passar coragem, que eles tenham confiança para que a gente busque os nossos objetivos. E para isso a gente vai precisar trabalhar muito. Sim, senhor, sim, de ter. 自信を深めるのもそうですし、一日一日の練習っていうのはハードにやってほしいですし、いい練習が できないと、いい試合もできないので、そこは自分たちを求めていかなきゃいけない部分なのと、スタッフ陣にも一緒のことを求めていくんですけれども、練習前に一回初合わせがあるので、そこでいろいろ確認をして、いろいろやらなきゃいけないので、
今後大仕事があると思ってます。日本での、初の、仕事となるわけですけども、まだ30年と歴史が浅いこの J リーグに対するイメージはどういうふうなものを持たれてますか？Sim, eu sei que é recente, vieram muitos brasileiros para cá e é um futebol que a gente acompanha, né, de Zico, de Alcindo, de Evair, de César Sampaio, de Mazinho, enfim, de tantos outros profissionais que passaram aqui. E eu estou muito feliz em fazer parte disso, de fazer parte desse processo. São 30 anos, é um campeonato ainda muito jovem e que já é muito bom e que pode melhorar cada vez mais. E a gente está muito feliz em estar fazendo parte de tudo isso.まあ、30年とまだ浅い、リーグだと思いますけれども、その中でも歴史的にもいろいろなブラジル人がジーコだったりドンガだったりジンヨ、アルシンドだったりも いっぱいいると思うんですけれども、まあ、その中の一部にも自分が加われるっていうのはすごく嬉しいですし、これからどん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 成長していかなきゃいけないリーグだとも思ってます。最後に、まあJリーグの中でも特に、日程がタイトな、リーグ J2 リーグで、就任早々、天皇杯を含めた5連戦でのスタートとなりますけども、今シーズン残り19試合にかける、決意を、お聞かせ願いますか。A questão de muitos jogos é algo que a gente está um pouquinho já acostumado, né? No Brasil se faz 80 jogos por ano, é assim o tempo todo.Sabemos que a competição vai terminar antes por conta da Copa do Mundo, né? Então, ali em conjunto com a comissão, em conjunto com os profissionais que trabalham, entender bem esse equilíbrio nos treinos para que eles cheguem em totais condições de fazer o melhor dentro dos jogos.ブラジルでは年間80試合あるので、そこに関してはもう慣れている部分があります。で、あとはコーチングスタッフとよくコミュニケーションを取って、やっぱり疲労度が残らないように、そのね、いい練習をして、そのバランスをやっぱり取らなきゃいけないと思ってます。Obrigado. 代表会以上です。ありがとうございました。それでは、ここからは個別の質疑応答に移ります。ご質問がおありの方は、挙手の上、その場で社名とお名前をおっしゃっていただき、ご質問をお願いいたします。スタッフがマイクをお持ちいたしますので、マイクが来てからご質問をお願いいたします。それでは挙手をお願いいたします。お願いいたします。長崎新聞の浜崎です。よろしくお願いします。カリレ新監督にお聞きしたいんですけど、映像で数試合長崎の試合を見て、この間、秋田戦は実際に見たと思うんですけど、まずそのビファレン長崎の練習から何をこう課題を持って最初にこう変えていきたいなと思いますか。Desde quando começamos a conversar, na primeira reunião que o Takemura-san fizemos, a partir dali a gente já começou a acompanhar, né? Então, hoje é dia 27, então já tem aí uns 15, 20 dias que a gente tem observado desde a primeira conversa, 10, 15 dias por aí. O que eu quero mais, e que mostrou isso na partida que eu vi, o quanto pode colocar a bola no chão e envolver o adversário.竹村さんと初めて話してから多分15日ぐらいですかね、経ってると思うんですけれども、そこからチームを見るようになったんですけれども、でその中で一番できるのはやっぱりボールを地面につけて、やっぱりパスをつなぐことがもっとできたら相手を含めてもっと上回れるんじゃないかなと思ってます。Então, em relação à última partida onde nós estivemos presente aquientramos um pouquinho no jogo do adversário, né? Um time que disputava muito contato, que gostava do jogo de disputa, e a gente começou a lançar essa bola para brigar, e isso facilitou as ações do adversário. Então, o jogo mostrou que quando a equipe colocou a bola no chão, conseguiu envolver, conseguiu triangular, conseguiu criar chances de gol.
Então essa é a minha busca, fazer eles ter coragem de colocar essa bola no chão e rodar bastante com qualidade, porque é uma equipe que tem muita qualidade. 秋田戦に関しては直接試合を見たんですけれども、やっぱり相手はボールを蹴って、あとフィジカルコンタクトが強いチームっていうのがやっぱり印象的にも ありましたし、そのサッカーに自分たちは合わせた感じになってしまったんですね。で、まあそれだけではなくて、まあつなげるところはつなげてはいけた部分があったので、その時はすごく三角形の関係もできてましたし、相手にとって脅威になったと思うんですよね。だそういった部分をもっともっと勇気を持ってやらなきゃいけないと思うので、それを練習で求めていきたいなと思ってます。続いてご質問の方、挙手をお願いいたします。お願いいたします。NHK 長崎放送局の寺田です。よろしくお願いします。カリレ監督に伺いたいんですけど、改めて今シーズン目指すところと、今後長い目で見てクラブをどんなクラブにしていきたいのかと、2つ伺えればと思います。Falando de um espaço curto de tempo e falando de um espaço longo, né? Existem chances ainda de nós buscarmos nosso objetivo esse ano? E vamos trabalhar muito para isso e a longo prazo detectar o quanto antes as características desses jogadores para a gente achar a forma ideal para que eles possam render o melhor dentro de campo e é claro que aí a gente precisa um pouquinho mais de tempo para entender tudo isso. まだ自分たちはチャンスがあるので、もっともっと求めていかなきゃいけない部分はたくさんあります。で、もうちょっと長い目で見ると、やっぱり選手一人一人の特徴をもっと分からなきゃいけないですし、それに合ったフォーメーションだったりやり方っていうのは模索していかなきゃいけない部分があると思います。Porque o que eu penso sobre futebol, assim, pela experiência que eu tenho, ano que vem...irá fazer 30 anos entre atleta e comissão que eu já trabalho. 来年の話とかになってくると、僕は選手時代と監督業も含めると30年になるんですけれども。Eu penso que fazer uma base forte para na hora que subir não descer mais, subir e subir mostrando porque subiu e brigando por coisas grandes na primeira divisão, na Champions e tudo mais.いいベースがやっぱりできると、やっぱり上がったら絶対に落ちないし、いいベースがあれば、自分たちがなぜ上がったのかっていうのは多分証明できますし、それをやることになれば、J1 でも優勝争い、あとはチャンピオンズリーグ、アジアチャンピオンズリーグに出れるっていった目標が明確になってくると思います。ありがとうございます。具体的に何年で達成したいという。目標っていうのはありますかね。No máximo até o ano que vem, está na primeira divisão. Aqui Tucson quer estrear o estádio com o time na primeira divisão, então 2024 esse time precisa estar na primeira divisão. 来年には J1 にいられるように、ね、アキトさんが言うように新スタジアムでは J1 にいてそこで優勝争いできるようにしたいですよね。Então, vamos fazer de tudo para ser esse ano ainda, né? Mas sabendo que tem trabalho, tem tempo para que a gente construa uma identidade com a cidade, com a torcida, vai ser muito importante o torcedor perto, né? Abraçar né? essa ideia junto com todos aqui para que nos tornemos mais forte a cada jogo.まずは今年ですね。今年にしっかり戦ってベースを作って上がらないといけないと思いますし、でやっぱり街の全体、人々と一緒に一体になってそれを盛り上げていけるようにしたいですね。期待しています。ありがとうございました。ありがとうございます。続いて2列目の方にお願いします。
テレビ長崎の山口と申します。カリーレ監督にお伺いします。まずここ何試合かリファーレンの試合を見ていく中で、このリファーレンというチームどのような印象を持たれたか、それから何か見えてきた課題というものがありましたらお聞かせ願いますでしょうか。O que o jogo me mostrou, principalmente ontem, sábado, onde eu estava presente no estádio? あの土曜日の試合に関して、まあ、自分は直接見たので、その印象っていうのは、que é uma equipe que quando colocou a bola no chão, conseguiu fazer coisas interessantes, conseguiu entrar na área do adversário. 実際に攻めの時にボールを地面に置いてしっかりつなげた時っていうのは相手のにとって脅威ですし、相手の手の中に侵入することができました。A parte defensiva me mostrou muito organizada e o que eu acho que precisa mesmo é com o trabalho do dia a dia encorajar mais esses atletas a fazer isso sempre, não ter medo de jogar.Ter alegria para jogar, fazer com alegria, fazer com felicidade. Eu tenho certeza que a equipe tem muito para crescer a partir do momento que se faça com seriedade e com alegria. ディフェンス面に関して言ったら、すごいオーガナイズができててすごくいいなと思ってます。で、さらにそれに対してもっといつもいつもそういうサッカーできるように、あの勇気を持って自信をつかして、もっともっと、あと練習に関して言ってもみんなわきわいあいできるように、あのそういう空気感も作っていきたいなと思います。ありがとうございます。ではもう一点なんですけれども、これからあの監督のサッカーをあのビファーレンのチームに浸透させていく中で、何か工夫したいこととか取り組みたいことありますでしょうか。Não, é isso. Tenho conversado muito, principalmente com o Takemura-san, né, para entender cada vez melhor esses atletas. E é claro que algumas coisas eu já tenho ideia, mas é só o dia a dia que vai me mostrar o que realmente a gente tem que fazer. É, eu gosto de primeiro entender tudo para depois eu começar a mudar. Não gosto de fazer mudanças.De forma de jogar, principalmente, sem antes estar ali no dia a dia e entender a característica de cada atleta. Takemura-san、まあ、さんともちょっと話をしてたんですけれども、まあ、まずはあの理解をしなきゃいけないと思うので、まず今どういうやり方でやってるのかを理解をして、でその後、まあ、もちろん自分の考えはいろいろあるんですけれども、それを見て判断した中で変えていかなきゃいけない部分は変えていきますし、自分の考えをいきなり通してこう変えていくっていうのは僕は好きじゃないので、まずは理解をしてからどん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 変えられるところは変えていきたいなと思っています。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてお願いします。今日はありがとうございます。NIB 長崎国際テレビの青木と申します。カリーレ監督にお伺いします。あの天皇杯含めて3試合を指揮を取られた、暫定的に指揮を取った原田監督からは何か共有事項であったりとか、あの引き継ぎなどはあったんでしょうか。Takemura, acho que pode me ajudar. Acho que já fizemos reuniões nos 3-4 últimos jogos, né? Fizemos reuniões com a comissão por videoconferência, né? Duas do Brasil e uma já em Osaka, onde a gente já entendeu, já discutimos algumas coisas. A gente recebeu jogos do adversário para já estudar e passar alguma coisa. Então foram conversas assim...muito legais, onde a gente também começou a entender melhor a nossa equipe, né? Então o contato pessoalmente mesmo para uma reunião vai ser amanhã cedo. 今まで3回ほどビデオミーティングを一緒にやってるんですけれども、その中でチームがどうなのかっていうことも理解できるようになりましたし、でその前にも相手の情報とかももらっていたので、その中で、まあ、その相手はこうだよねっていうのは、共
共有できた部分もありますし、自分たちのチームの理解度っていうのはそこからちょっとずつ深まってきました。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてご質問の方、挙手をお願いいたします。では一列目の方にお願いいたします。フリーランスの宇治原です。よろしくお願いします。まずは秋戸会長の方にお伺いしたいんですけども、今回まあ、思わぬ大物の就任ということにもなりました。まあ、スタイルサッカーのスタイル的にも松田さんのスタイルから原田さんが暫定で引き継いで、そして狩出監督、非常にこう一つ方向性あるのかなと思うんですが、秋戸会長が監督をこう最終決定、最終的にこう了承するにあたって最もこう重視した部分っていうのはどこだったんでしょうか。そうですね、おっしゃるようにサッカーの中身も全く違うことをやったらまたゼロからの立て直しになるので、そういう部分は、まあ、竹村を中心に、まあ、C や竹村の考えを聞きながら、そこがライン上にあるかっていうのは大事にします。で、一番は僕はやっぱりリスペクトっていう言葉がすごく好きで、その選手スタッフはどういう人との接し方をしてチームを作る人なんだろうって、これは会社のマネジメントも似てるんですけど、やっぱり長い、本当長くやってほしいって言っていて、彼でも長くやりたいって言ってくれているので、そういう一緒にこう長崎を積み上げていこうとしたときに、選手一人一人の力を本気で引き出そうとするかとか、日本人の考え方も尊重しながら彼が積み上げたものを入れて注入していくか、でその時どんなアプローチするんだろうとか、まあ、そういうことをこう事前に面談の中でこうもうざっくばらに聞かせてもらって、まあ、多分普通に仕事してもできる人だろうなって思う感覚があったんですよ。で、そこに実績も伴っているということで、本当におっしゃるようによく、ね、J2 のこの長崎まで来てくれたなと思うような監督との出会いだったので、本当に良かったなと思っています。ありがとうございます。続いて岩下社長にお聞きしたいんですけども、この、まあ、今週の12日に監督交代の発表があって、で原田監督が引き継いで3試合を戦い、今回こう借りる監督となったんです。ここまで このチームの戦いぶりというか、どんなふうに社長として評価されているか聞かせてください。はい、まあ、まずはやっぱり、まあ、チームの中でも、まあ、松田監督と長くやってきたスタッフもたくさんいますし、もちろんそこにすごく、リスペクトもありました。なので、まあ、そこの、そこを一旦終了するということに関しては、だからこそなおさらこの先、結果を出して頑張らないといけないという気持ちにつながったんだろうなというのはすごく感じます。で、原田さんもすごく難しい、タイミングだったんですけど、本当に心よくというか、男気あふれる引き受けをしていただいて、しっかり結果も出してくれて、ここから先借り入れ新体制になりますけれども、そういった変化に、どうチームが対応していくかっていうところの力が試された数週間だったんじゃないかなというふうに思います。ここから先は本当にもう人間性含めて、チームコミュニケーションを大事にする借り入れ体制なので、そこをより深めていって、この先きっとたくさん困難もあると思うんですけども、この変化対応をしていくっていう力が今後チームの力になっていくんじゃないかなというふうな期間だったなと私は思いました。分かりました。ありがとうございます。竹村テクニカルダイレクターにお聞きしたいんですけども、まあ、借り入れ監督とも、まあ、いろいろ、チームのことをお話しされていると思うんですが、同時に監督が求める戦力みたいなものっていうのも当然あると思います。補強などについて考えていることもあるかと思うんですけども、話せる範囲で構いませんので、何かこういう方針だっていうのがあったらお聞かせください。はい、まあ、カリエゴは常に決まってからずっとコミュニケーションを取っている中で、まずは今いる選手たちを見てもらって、ね、まあ、今年のシーズン始めっていうところでは J2 の中でもレベル高い選手が揃っているというチームだと僕は思っているので、まずはそこを見てもらって、本当にカリーレのサッカーで、必要なパーツがあるんだったらそこは考えながらやっていきたいなと思っていますし、そこに関しても本当カリーレは本当こういろんなことを見てくれて、チームのことも気にしてくれてはいるので、こう自分はこうだっていうんじゃなくて、本当にこう経験の中からチームを見てもらって、
決めていくっていうスタンスなので、すごく僕らも分かりやすく、今後です進んでいけていけるんじゃないかなって感じてます。まあ、その中でも本当クラブとしては彼らの要望にも応えていくことも必要じゃないかなと思っている時が来ればどうねっていう形です。はい、ありがとうございます。カリーレ監督に2つお聞きしたいんですけど、まず1つ目がカリーレ監督、ずっとこう4231のフォーメーションをベースに、まあサイドがかなり攻撃的で、ボランチは守備的なものと攻守両方に関わる選手という組み合わせのスタイル多いんですけども、自身のこのサッカーというのをキーワード何か言葉で表現するとしたらどんなスタイルだというふうにお考えでしょうか。Tem alguma forma de se falar em palavras como é o seu futebol? Nessa trajetória como técnico, como profissional, já joguei de várias formas, né? Jogamos já de várias formas. A que eu mais gosto é a 4-2-3-1, mas muitas vezes a gente não tem essas peças. Para o campo, eu estou fazendo na sentença do...いろいろやってるんですけれども、まあ、自分が、一番好きなのは4231、先ほど言った通りなんですけれども、そのシステムに見合った選手がいなければそれはできないと思います。 Então, joguei já no 4-2-3-1, já jogamos no 4-2-4. あと4-2-4もやったことあります。 Lá no Itihad teve um momento que a gente jogou no 4-1-3-2.一八では4-1-3-4-1-3-4-1-3-2 ですね、ごめんなさい。E no Santos, pelas características dos jogadores, a gente acabou jogando num 3-4-3. ね、サントスでは選手の特徴を見て3-4-3でやりました。Então, em cima até da pergunta que você fez para o Takemura, desde o início tem um tempinho aí para a janela abrir, né? Então a gente vai ter um tempo para trabalhar e depois em conjunto talvez tomar algumas decisões com possíveis chegadas ou não, se a gente achar que o que tem pode nos atender.竹村さんとも話してますけど、まあ、ウィンドウは、まあ、もうちょっと時間がありますし、もうちょっと自分たちのメンバーを見なきゃいけない時期だと思いますし、まあ、もしかしたら補強っていう部分では必要になるかもしれないですし、必要じゃないかもしれないですね。キーワードのところっていうのをお願いしたいんですけど、自分のサッカースタイルを表すキーワードみたいなものがあれば、それをお聞かせ願いたいんですか。Determinação. Acreditar. Acreditar.わかりました。それでは最後にの質問を借りて監督にしたいんですけども、まあ、監督、まあ、いろいろ話を聞いているかなりコミュニケーションを取られる監督だという感じを受けたんですけども、監督自身が考えるチーム作りで最もここは大事だと考えている点、選手たちにも求めていきたい点というのがあったら聞かせてください。A gente faz um trabalho, eu não sei como que era feito o trabalho antes, né? Mas falando do nosso trabalho, a gente trabalha com muitos vídeos, gravação de treino, a gente edita os nossos treinos, chama os jogadores individualmente para explicar o que precisa melhorar, então é cobrado no campo, é cobrado através de vídeos. Mas どんな感じで練習してたかっていうのはちょっとわからないんですけれども、自分たちの練習のやり方的にはいつも撮影してますし、その練習も撮影しているので、それを修正をして選手に見せて、いや、これはこうだよ、ここを良くしなきゃいけないんだよっていうところで、自分たちのやり方を落とし込んでいく形をやり方でやってます。E também as reuniões em grupo.São importantes, mas é claro que o mais importante é o trabalho no campo.
todas essas outras ferramentas, elas são importantes para o crescimento do clube, para o crescimento do coletivo e para o crescimento do individual, mas é claro que o mais importante é o trabalho dentro do campo. もちろんグループミーティングっていうのはすごく大事だと思います。ただ一番大事なのはやっぱり練習だと思うので、練習で落とし込んでやらせることが一番大事ですし、個人も、チームとしての成長もそこが一番つながってくる部分だと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて質問が終わりの方は挙手をお願いいたします。お願いいたします。すみません、一問だけ狩入監督に質問させていただきます。すでに素晴らしいご経歴をお持ちの狩入監督ですが、まあ、ご自身の指導者キャリアを考えた上で、これまでこれからの、キャリアを考えた上で、今回の日本サッカーへの挑戦というのはどういう位置づけなのでしょうか。恐れ入ります。お名前と社名を加えていただけますか。長崎新聞の中島と言います。よろしくお願いします。Futuramente eu quero ver ali no nosso currículo ali conquistas, né? Deixar o nosso nome marcado aqui, não só com o trabalho, mas também como humanos, né? De estar respeitando todo mundo, de estar dando atenção para todo mundo, né? Quero ser lembrado também lá na frente, fora o currículo profissional, quero ser lembrado ali na frente também como uma pessoa do bem, uma pessoa que veio e sonhou junto com todos e carimbado no currículo ali títulos e conquistas. 長崎ではやっぱり将来になったら自分がここにいたんだよっていう名前を刻みたいですし、それはタイトルだったり人間性の部分でも自分はすごいそこは刻みたいと思っていて、で、まあ、みんなと共に一緒に監督やってくれたんだっていう気持ちをここにまずは残したいなと思っています。ありがとうございます。それではお隣の方にマイクをお渡しいたします。お願いします。 NBC 長崎放送の田中と申します。よろしくお願いいたします。まず狩入監督にお伺いいたします。この間試合を見たり映像を確認したりする中で、ビファレ長崎のチームの中で気になる選手っていうのはいましたでしょうか。Gosto de muitos jogadores, já falei sobre isso, acho que é um grupo qualificado, a busca por jogadores foi para qualificar cada vez mais. Já teve vitórias importantes. Eu penso que precisa existir um equilíbrio melhor, né? Tratar todo o jogo mesmo com seriedade, com decisão, com vontade, com amor, com honra a essa camisa, a essa cidade, para conquistar cada vez mais. Mas gostei muito, sim, tem jogadores muito bons. Gostei do zagueiro que jogou pela direita, apesar de ser uma improvisação ali, né? Takemura me passou isso. Preciso estar com alguns problemas no sistema defensivo ali, mas de uma forma geral é um grupo muito qualificado. 気に入った選手はもうたくさんいて、もう そこは竹村さんにもすごく言ってるんですけれども、まあ、あとはまあバランスをとってどん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 求めていかなきゃいけない部分はたくさんありますけれども、この間の試合で言ったら、コータが、サイドバックからセンターバックやってくれたんですけれども、それは今メンバーがいない中で彼はすごく頑張ってやってたと思うし、すごく良かったなと思ってます。また現時点でもし自分好みの選手をなんかリストアップしていたりだとか補強をするお考えというのは今のところありますでしょうか。Não, nós sabemos que a janela abre dia 15 de julho e temos tempo ali para avaliar em conjunto, para saber se vai ser necessária a chegada de algum profissional, de mais algum jogador, né? Temos tempo ali, vamos respeitar esse tempo, respeitar o elenco que já existe, para depois a gente pensar com bastante calma. 7月の15にウィンドウが開くんですけれども、それまでに時間がありますし、まずは今いるメンバーをリスペクトしなきゃいけないと思います。まずそこをしっかりと見極めてから判断していかなきゃいけない部分だと思います。
ありがとうございます。最後に高田仁会長にお伺いしたいんですけれども、今回クラブとしては初めての外国籍の監督の就任だと思いますけれども、クラブは2シーズン続けて、シーズン途中での監督交代というのも続いています。その中で今回の、カリレ監督の就任はとても大きな挑戦なのかなというふうにもチャレンジと思っているんですけれども、その辺に関して一言いただけますでしょうか。はい、そうですね、監督を決定するってすごく難しい仕事だと思ってます。でもちろん岩下や竹村ともよく話すんですけど、結構誤解されてるのは、なんかいつでも誰でも監督ってすぐ取れるっていう論調が結構メディアなんかでも多くて、本当に監督とのタイミングってもうお見合いみたいなタイミングなんですよね。で先ほども話した、まあこれだけ実績も人間性も素晴らしい世界的な監督が来てもらうっていうのは、本当にこのタイミングがバチッと来たことをすごく嬉しく思いますし、もちろんこれまでやっていただいた松田監督に対する本当に感謝の気持ちもあって、今後また何か一緒に関われたらなという気持ちは変わらないんですけど、やっぱりどこかでこう意思決定リスクを取って信じることを踏まないといけない瞬間っていうのがあります。でそれが、まあ、たまたま去年、今年去年と続いたということでしかないので、僕自身やっぱこの監督が2年変わったからダメだっていう論調で否定されることにはすごくストレスを感じるし、あまりそう表面的には見てほしくなくて、本当に長い目でこのチームのことを信じて、やっぱ何より選手たちが長崎を信じて選んでくれた選手たち、若い選手も多いので、まあ、こういうカリレ監督のような方の下でさらにスキルを伸ばしてくれるっていうのを楽しみに応援したいと思いますので、ぜひ皆さんにもこうなんだろう、こうビファーレン長崎の目指すものをエリアの皆さんにも同じ方向を向いて、信じてもらえると嬉しいなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。さてそろそろお時間が迫ってまいりましたが、ご質問の方いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。皆様ありがとうございました。以上をもちまして質疑応答のお時間とさせていただきます。皆様たくさんの質問ありがとうございました。それでは結びに、カリレ新監督とともに新たにトップチームに加わりますレアンドロヘッドコーチとデニス分析コーチよりご挨拶を申し上げます。まずはレアンドロコーチお願いします。ボンジュエ、primeiro agradecer, né, como o Fábio falou, a todos pela confiança. Eu tive uma carreira como atleta durante 15 anos e agora como, há 13 anos trabalhando como auxiliar técnico. Então, durante 6 anos, 5 anos e meio, quase 6 anos, a gente tem trabalhado junto. E a gente está muito feliz mesmo por essa oportunidade aqui no Vivara em Nagasaki. E a gente quer firmar aqui um trabalho com muitas conquistas, e também com muito trabalho. Agradecer a oportunidade, novamente a Kito-san, ao presidente, a Kimura, obrigado pela oportunidade. おはようございます。まずはこの機会を与えてくださった、会長、あとは社長、竹村さん、本当にありがとうございます。自分は今まで選手として15年で、コーチとして13年、やってきたんですけれども、この機会、チャンスを与えてくれて本当に嬉しく思ってますし、ここでカリレと一緒にいい仕事をして結果を残していきたいなと思ってますし、まずはいいトレーニングができるようにしたいと思ってます。Bom dia a todos, assim como o Fábio e o Cuca disseram, né, agradecer por a oportunidade de a gente estar fazendo parte desse grande projeto, né, minha função dentro da comissão é fazer a parte de análise, né, e espero que a gente possa contribuir, né, para que façamos um grande trabalho aqui e tenhamos grandes conquistas, né, e sejamos muito vitoriosos aqui, possamos passar muito tempo aqui no clube e no país.
皆さんおはようございます。カリーレも、レアンドロも言ってくれたんですけれども、このチャンスを与えてくださって本当に感謝してます。自分は分析なんですけれども、しっかり自分たちのチーム、相手のチームを分析して、いいトレーニングができるように、勝利ができるように、あとはこのチームで長くいられるように、日本で長くいられるように、いい仕事をしたいと思っています。ありがとうございました。以上をもちまして、ビファーレン長崎パリーレ新監督就任記者会見を終了いたします。今後ともビファーレン長崎への熱い応援をどうぞ皆様よろしくお願い申し上げます。本日はお集まりいただき誠にありがとうございました。それではこれよりスタジアムピッチにてフォトセッションを行います。この後は広報担当よりご案内をいたしますので、その案内に沿って撮影をお願いいたします。